はい、皆さんこんにちは、オキシンモノマネチャンネルです。今日はファン・アーチュレッタ選手対朝倉海選手の勝敗予想をしていこうと思います。早速見ていきましょう。まずは朝倉海選手の戦績です。20勝4敗という非常に綺麗な戦績です。さらに直近ではモテア選手を膝蹴りで KO し、圧倒的な力を証明しました。しかし大晦日は2020年にマネルケープ選手、2021年に堀口恭司選手、2022年に扇久保選手に敗れ、大晦日に限って言えば3連敗という現状になります。続いてアーチュレッタ選手の戦績です。29勝4敗というこちらも非常に綺麗な戦績になっています。さらに負けている選手はラファエオン・ストッツ、セルジオ・ペティス、パトリシオ・ピットブルなど UFC でもトップレベルの選手であり、アーチュレッタ選手の強さが非常によくわかります。ストライカーの朝倉選手をレスリングエリートのアーチュレッタ選手がどのように組み伏せるかが鍵になるのは周知の事実です。そしてこうなった場合、リングでライジンルール、つまりダメージ重視の傾向はアーチュレッタ選手にとっては非常に不利でしょう。リングはテイクダウンがしにくいとされていますし、15分のうちほとんどの時間コントロールできていたとしても、打撃でダメージを食らってしまえば判定で不利になってしまいます。もしケージでポイント制の北米ルールであれば、アーチュレッタ選手の勝利を私は予想します。しかし今回はライジンルール、朝倉選手が持ち前のフットワークでアーチュレッタ選手をいなしながら数発の決定打を当てて、ダメージの差でギリギリ判定勝利するのではないかと予想しています。また朝倉選手はライジンコンフェッションの中で、この試合に勝ったら UFC に挑戦したいという言葉を言っていました。この試合のパフォーマンスが朝倉海選手の今後の格闘家人生を大きく左右すると言っても過言ではないでしょう。